南部はラジオキ沖がお送りしています。はい、よう。あ、えそれでは、早速レギュラーのコーナーに入る前に。給食係ね、あの、いつも美味しい話題紹介するんですが、美味しいといえば、月に一度のお楽しみ。ああ、もうあっちゅう間だな。そうです。前里のレシピを紹介する週になっています。はい、ええ、前里のこんにゃく、豆腐、もやしなどを使った簡単なレシピを皆さんに教えてもらっていまして。まあ、あの、私がね、紹介したりとか、リスナーさんのメッセージを紹介したりっていうのもあるんですけど。 今,月今週はこの方フォレストオールさんから実はいただいてるんですもしかしてヤギに豆腐を混ぜましたとか <laughs> <laughs> いいんだよねでもねいやフォレストオールさんといったらヒージャーメーメーでど、ね、バックトゥザヒージャーって言われてもめめめ,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 めだからもうオールさんがええー、ってしいしいな、はい、そんなオールさんが送ってくれたレシピをちょっと紹介したいと思います 麻婆豆腐はお好好ききですか大好きオールは前里のやっこ絹ごし豆腐で作るマーボー豆腐がとにかく大好きですああ美味しいなびっくりオールさん実は我が家もそうですあ,あ そうオールさんと同じ前里のやっこで絹ごし豆腐で作るマーボー豆腐がど定番定番美味しいよねでもねマーボー豆腐がプラン,ンしてて、ね、もう最高なんですよでもオールさんはここからそこに焼き汁の残り汁入れたこと <laughs> 読んでみるよ読んでみるよはい、はい、えー、茶谷町のユニオンで見つけたレンジでチンするマーボー豆腐、うん、中辛と辛口」うん、で前里の豆腐をマーボー豆腐の袋に入れてはい 軽く豆腐を崩し、うん、レンジに立てて4分間チンするだけですああいいな簡単ででええ時間たしかも美味しいマーボー豆腐がはいここで出来上がるんです、はい、袋のまんま食べられるので食器いらずで洗い物が少なくていいよねでも今回は出来上がりを丼に移して刻みネギたっぷりとミックスチーズをかけて食べました、うん、ご覧くださいということで、はい、これですよ、うん、あのマーボー豆腐この袋に入っててレンジアップするだけですよ、うん っていうやつこの通常のやつに袋の中に豆腐を入れてもちにしてほらねたっぷりとこれはもうお好みでカスタマイズできますから、ね、そうですそうですチー,チーズをかけて召し上がってる場合です、ね、レンジおすすめいいなまたユニオンで買っていただいてありがとうございますね、はい、えー、マジでこれでいいんですよほ、うん当これでいいんですよねはい、はい、こういうのも OK そうこういうのも OK です全然私はこれをこうやってチーズ入れますとかね、うん いや、いろんなの入れていけるはずな、多分な。だから、ね、この麻婆豆腐の電子を電子レンジでチンしてアップするやつに、多分だから。毎朝<里>、毎朝、そのこんにゃくとか入れてもいい,と思い。れ入れてもいいもんね、重さししてね。はい。はい いや別にもやし入れてもいいけよ、混ぜてや。そうですよ。ね。いいと思います。あ、最高じゃないですか。うん、うんはい、どうもありがとうございます。まあこんな感じで、我が家はこんな風に簡単に。前里の豆腐もやしこんにゃくを使ったレシピ、これがあるよ、おすすめだよっていうのをね、紹介してもらってますので。また、来月も月末で紹介したいと思います。はいはい、あのう、堀下さん、あのう、ー、やそばに豆腐入れて食べてみてください。どんな感じか。<laughs> <laughs> 豆腐そばってあるんだったら、大丈夫なんじゃないの?。 えでもさ、ゆし、うん、豆腐そばじゃない？うん、ゆ豆腐ない？前里はありますよ、あるでしょ、はいで。それで試してみて。 ね、そうだから前里の絹り越しじゃないよね。多分ね、うんそうそう。それで試してみてください。はい、どうもありがとうございます。はい。さあということで来月も募集しておりますね。はい、前里レシピ紹介でございました。うん、ありがとうございました。では給食係いきましょう。お、はい美味しい話題を紹介していきます。あそこで何食べたよとかあれおいしいよとかね。ぜひおいしい情報お待ちしております。じゃあしんちゃんからどうぞ。はい、行きましょうね。チェリーでもな、ね、い、ジラでもな、ね、い、フラーです。<laughs> 最高ですね。<laughs> えー、自分の通勤ルートに南城市大里の沖縄そばの有名店玉屋そばがあるわけさ有名ですねいつも通るけど昼間は時間がなくて行けないし帰りはもう閉まってるわけ、うん、でもたまに昼間に空き時間があるとって いてそれが今日だっったたから久ししぶりに行ってきまレ、うん、ンタカーはなかったけど中に入ったら相変わらずお客さんがたくさんいて小学生ぐらいの家族連れも何組かいたわけさ平日なのに何でかなって思ったら多分コロナの影響で学校が休みなんだってね、うん、あそっかえびチそばは食べたことないから悩んだけど今日はいつもの本草器と三枚肉が入ったミックスそば大盛800円を食べました、うん、出てくるのも早いしスープを飲んだらいつも通りの上品な味でだしもしっかりしていて 沖縄そば屋では一番ここのスープが好きだな麺も細麺の亀浜製麺所なのでいいね風ーチまも食べ放題だから丼に入った風ーチを全部入れたようやおかわりしたかってけ遠慮したさんしんちゃんとみいカも会ったことがあるでしょうまだまだ行ったことがない沖縄そば屋たくさんあるからいろいろ探しましょうねじゃあということではい、はい、玉屋そばもね県内何店舗もありますし 玉屋さんで修行したっていうお蕎麦屋さんもいっぱいあるんですよああそうだろうな似てるよねあの本当と風縁入り放題とか店員さんが元気なのもいいですしね本当にあのコロナ禍の前は観光客本当わわわわわわいっぱいねレンタカーも止まってましたわれわれは観光客であるわれ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  だからもう県内のファンも多いし県外からこうやってねファンでいらっしゃるっていう方も本当多いからう、ねあのうん、浦添の前田の方にもありますしね昔住んでる時からもうちもだからやっぱりあっちですよ南城市がもう定番ですね南城市ね行くんだったらああいいですねもうぜひ南城市来てください活性化してくださいお願いしますねよく行きますよ藤満もいいですよ僕僕たちは逆に藤満に行って <laughs> 面白いね好き,好きですよね <laughs> ドライブしてたら自分のおうちの周りドライブしてる味ないさ 地域活動富士見回り富士山な実はしんちゃんのうちの周りしょっちゅ行くんですよああのね工房とかあるでしょあるあるある今いっぱいあるよね渋いところあるよもううちの親戚がやってる手拭い屋さんうそこも行きましたはいこト姉さん実はだから行ったらしんちゃんの親戚だったっていうの聞いてびっくりしてそうなんですそこのお姉さんもすごいんか芸術家で昔から渋いんかプラザハウスとかのセレクトショップに置いてあったりあ とこねえねえのだみたいなとこもああやっぱ面白いですよ昔からなんかなんかな,なんか空気があれですよねセンスが土とかもやっぱ違うんだよねう違うんだろうな上になんか釜があったりとかだから嫁と歩いてから「この釜で焼かしてくれんかな」とか言いながら歩いてるよ「<laughs> 何をよ CDCD <laughs> <laughs> CD 焼かしてくれんかっ」っなくなるやしえ <laughs> CD 釜で焼いてみようかな」「ほらほらふ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 焼ふら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  面白いねなんかああいうところに目をつけてる方だからなんか宿があったりとかさ地域住んでてもわからんえこんなまた渋いなんか内地の方が好みそうな自然派みたいな,なんか<ー>空き家でもああいう風にリノベーションしたらやっぱりそういうなんになるんだなと思ってね。 ね素晴らしいね、なんかね、こういう、あのコロナ禍で、ねあのー、すごいちょっと自分で時間見つけて、密避けながら、プラッとドライブっていう感じが増えて、うんうん、でだからよく南城市に行くようになりました三河、うん、あれだから、南城市に来るときに、吉田とかであのおにぎり買ってから、女子終わった玄関に置いててから <laughs> 買って <laughs> 私 YouTube 撮るからよここ吉田の重視勝手に津波家の玄関に置きましょうねバレない程度のお願いよま <laughs> <laughs> た休み始めた時ヒッチ車止まってたから終わ <laughs> っ,った中から「何か何か」<laughs> これしんちゃんのお茶だねージだよもう怖かったよやもうまた子が出とか出,るの出たら目が合ったってくる <laughs> ううん」って言くから <laughs> もうプライベートはプライベートじゃないと草もぼうぼうだのに見るんだったら草買って帰れ。 だったら許すよ。は<ー>あ。洗濯物をたたむとか、まあ。ジューシーじゃ、おきに行きましょうね。<laughs> 大丈夫か。<laughs> <laughs> で、車の凡熱置かれたら、誰も食べます、<laughs> 怖くね。は、は、何これ、何ってな何のメッセージ。はあ。じゃ、あ次行きましょう。はい、シャバドゥンさんです。 ん、えー、皆さんお疲れ様ですシャバドゥーンの手びちとアーチミーチですが37回目のお店はトミグスク市の海洋食堂を紹介しますああもう有名ねたくさんのメニューの中から今日は手びちの煮つけをチョイス手びちが手びちの台が2足入ってまして今回ね見てくださいドドーああうまそうだなすごいプルンプルンじゃない うん、プルプルでとろっとろ食感でした他の具としては大根がに人参に,んんに豆腐にこんにゃくとじゃがいもそれから何かのナッパが入ってましたそれにご飯と味噌ミニそばとおからがついてお値段930円いやいおからがあるのもいいわ、ねうん、い美味しかった ごちそうさまでした。メニューはひらがなが多めです。場所ですが、豊見城市の左上です。豊見城中地交差点からジェフに向かってください。途中の右側にあります。ということで、もう開食堂は昔から。有名ね、はい、駐車場の線引きがないから、どんなして止めていいのかがわからない,、はい。ありますけど。私昔、この豊見城の、まあ、ちょっと近くに住んでた時に。はいはい、住んでましたね。飲んで帰い。うん。 飲ん帰ってじゃないですか飲んで次の日とか、うん、やっぱり汁物飲みたいとかあるあるある,ある,あるそういう時はいつも行ってましたほんといいよねい食堂でゆし豆腐食べてキャラクターもいいしねお母さんも <laughs> そう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 食べないってで間違ったっちゅうかれ食べないって!で」間違ってもう「しかんだやっつ <laughs> <laughs> 私注文してないのにでも店員も店長お客様怒ってきてるから。C A さんとかがよく実は行ってる通ってる人多いみたいですよ。な何の時ですか。C A さん。ああ本当。はい、キャビンアテンダント。そうそうそう。欲<ー>しいですよ。はいえー、トモブンさんから来てました、ね。はいありがとうございます、えー。おかわりしましょうねって来てますね。ありがとう。おかわり三回目はご存知ハイウェイドライブインです。注文したのは超メジャーなメニューシーランチで七百円です。入ってすぐにシーデと注文して。 えー、カウンターに座ると10秒しないうちにスープが出てきて安定の速さシーランチは4分ほどでできましたよ閉鎖よ以前は、えー、ナプキンにスプーンフォークナイフが巻かれてたけどスープが出た時にはスプーンのみ巻かれていましたとんかつは最初から切られていたん。でも入り口の にフォークとかも置かれていたので希望する人はどうぞはい安定のおいしさ最高入店から食べ終わって出るまで15分さあラい食べてこっちに食べた昨年末来店した際電話で確認したところ営業時間は11時から19時火曜日は15時までで水曜日は定休日テイクアウトもやってるよ沖縄ぼ堀から701番ですでは確認しに行ってね多分今行ってますまた行きますということでうん もうあもうこっちはもう有名ですよねハイウェイドライブインさんはねそうそう前もいたしは昔は TRF スプーンみたいなので何か混ぜてて <laughs> TRF 分 <の S 1> <ん>かる佐藤佐藤弘さんって DJKOO の頃の耳からこっちまで,まであるような何かこれをスプーンって言いたいんだよ,よ TRF のスプーンって何 <laughs> でか分かる DJ してる、ね、<laughs> <の> DJ のマイクみたいなことねうスプーンを取らんとこんなにこんなにして飲むってこうやって「e z e t d a n c e なんて これがよこんな力こラジオじゃ分からんなわからん、ね、分からんけど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 分からん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 スプーンからこっちまでデジシア家婦人のつとつが今今とんかつ分かりましたどうぞ 2>, <laughs> <laughs> 2番テーブル同じ注文してシェアしてますバカじゃないかどうぞか <laughs> 2人とんかつ注文してシェアしてます意味が分かりませんとか <laughs> 同じの注文してシェアフラーラに <laughs> 違うの注文して違うメニューみたいなねえ 同じのお注文してシェアする意味があシェアしよう卵あげから卵ちょうだい白焼さんからお手紙ついたトアフジひっち行ったり来たり黒焼さんから読まずに食べたもう一回送るもうなかなか続かんけど先にこれ食べたいなでもなあでもスープが本当だからみんなもう安定の美味しさで安定ですよねハイウェイさんなんかも知らない人いないんじゃないかなと思うはい。 えー、じゃあ次行きますよ。うん、長男の風さんです。ああ 長男の風さんまで行きましょう俺が悪い、えー、俺が悪い美香さん、しんちゃんさんこんにちは,こんにちは給食係でお願いします妻が糸満出身でよく親戚同士でのモアイとか外食で利用していたという開放判定でテイクアウトしてきましたいいです、僕好きこ,こ懐かしい、<お>開放判定。長男はエビチャーハン、私はチャーハン、唐揚げ弁当妻はチャーハン、麻婆豆腐弁当、えー、次男0歳はチャーハンと麻婆豆腐弁当を食べた妻のミルク <laughs> 経由してるから <laughs> 食べた妻のミルク, <laughs> ミルクやっぱり中華料理店のチャーハン最高でしたね唐揚げも麻婆豆腐も最高でした妻もああ懐かしいって言いながら食べてました美香さんも行ったことあるんじゃない場所は糸満市西崎高野小,高小学校正門にふかふかとお辞儀をしてまたの間から見ると逆さまになってるのが開放安店ですよ <laughs> ということで面白い、うん、本当にだから正面の向かい側です、うん まあパラパラしてるねこのチャーハン色合,色合いもいいですねあいいね美味しそう食べたい <laughs> いや本当行きたくなったなはい美味しい情報ありがとうございますまもう時間になっちゃいましたねさあこのコーナーは皆さんから美味しい話題を募集しておりますので、うんうん、またねあそこの何々ご美味しいよっていうのを来週も教えてください,い以上給食係のコーナーでしたでは続いてこちらのコーナーです 沖縄セルナープレゼントこのコーナーは地元に全力 AU 沖縄セルナーの提供でお送りいたします、はい、さあこのコーナー、まあのー、機種変更の話題の他にも、うん、最近私 SNS ハマっててこれ楽しんでますよとか暮らしの一部とかでね、まあ、例えば a u ペイとかの電子決済とか au、はい、電気とかの,その暮らしの一部で私スマホをこんなふうに活用してますなどなど皆さんからメッセージを頂い,いております、はいうん さあ、今週はこちら。ノリトさんいただきました。ノリトさんです。はい、初めてじゃないですかね。ねえ、小池だ。はい。しんちゃんみーか、今年も南部はお楽しみにしてるからさ。ありがとうございます。え、しんちゃんみーかに相談したいんですけど。うん、先月から仕事で使っているアイパッドが。うん、充電しても、うんともすんとも言わないわけ。うん、仕事で撮った写真とか。動画とかも見れないわけ。うん、実は余裕かまして、バックアップもしていなかったわけ。うん だからこの iPad が動かないともうどうにもならんわけ、うん、いやもうこれはもうあの <laughs> 病院行くしかないんじゃないそのまあそんな大した仕事はしてないからなくても困らないとは思うどっちよ <laughs> <laughs> いやいや絶対困るよだって仕事で撮ってるんだのに新しい iPad 買うって言ったら奥さんが怒るんだから言えないしよ俺どううしたらいいと思う <laughs> 修理を例えば出しても新しいの買った方が安いとかってあったりする実はねほら意外と保証に入ってたりとかこれ対象期限ないかもしれないし一度この au っていう素敵きな病院がありますので機械のね相談乗ってくれるところありますんでそちらに行ってご相談することしか 僕はもう簡単に言えないでほらスマホが調子があんまりっていうのは私も今ちょっと最近おかしいんですよ落としたりしたからそうあると思う動画が撮るさこれうまくドライブにアンプされないとかずっと続いてるんですよでエアドローしても娘とエアドロップで送れないとかなんかねで1回電源切ってもう1回やるとちょっと機嫌直してくれるんですリセットみたいなそう あやっと寝かしてくれたみたいな2時間寝かしてみたいなことだよなそうこうしてるうちにさ取ったデータとかさ、うん、あんなのがさもう消えましたってことでもしゃれんならんさつい先日バックアップをもう一回きれいに、はい、ちょっとあの外部のやつにつないで撮りました、うん、もう変えたわけねデータをねであとはもうスマホどうしようかなと思って予約取ろうと思ってるところであるんですけどじゃ一緒に3名で行きますか病院に修理ねえ、うん、しんちゃんもそうですか いいっぱいです疲れてますみたいな最近おてて <laughs>「お願い」って朝来て「えお願い」「休まして」<laughs> わ「わ古いよ肩古いよ」って <laughs> 毎年しゃになってるよみたいな <laughs> ねえああちょっともしかしたら。 で期限内とかそういうのだったら保証対象のね,、うん、ねあ,るあるかもしれないし、まあね、相談行った方が早いですよね迷ってる間はもう早い方がいいよそう変に言うと中古で売ってたりしたりとか値段か、ね、まあそれも当たり外れあるからもあれですけどね、うん、そこも一つねかんなり新品じゃなくてもいいっていうんだったら選択肢かもしれないですいすごいよな、うん 子供たちがね結局学校からも支給されてるしだからタブレット学校からもあるんだけどそっかこのご時世で授業とかで使ったりそうそう私も自分の iPad が初代の iPad2 代目の iPad があるんですけど子供たちも全部クサク使って LINE とかも入れてるのでお互いこれで連絡取れあったりっていうのもできるんですよいやもうねじゃだからなかったら困るしね の余ってない余ってないとんでもないあまあはいぜひショップの方に相談しに行ってみてくださいでも、うん、もショップっていうねその相談相手にまあでも買う買わないにしても奥さんにまず一回ちゃんと言わんといけによねちょっとお菓子きさんこ,これは大した仕事って絶対言わないんですこの仕事がこれやらないとねえ大した仕事じゃなくて自分から言ってヒ、ね、ゲしたら <laughs> これやらんとおうちの家賃も払えんで、えー、これで仕事で稼いでるんだからって大した仕事をしてないんだけどって言ったらもうじゃあわんいいや、ね、いや大して仕事してないんでしょ <laughs> ってなるよね、うん、費用対効果とか考えたことあるみたい言われたらもう大変だっ十 <laughs> 10, 10万の機替えって何2,000しか持ってきれへんわけみたいな。<laughs> <laughs> みたいな必要なんだってプレゼンがうまくできるといいですねはい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 さいは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 書はいはいいは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 いいパッはいってはいは本当には,はい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 ーいは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 ではい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 い 沖縄セルラープレゼンツ発色紙編ククこのコーナーは地元に全力英雄沖縄セルラーの提供でお送りいたしましたさあではさあラストのコーナー行きましょう刑事係です、うん、しんちゃんお知らせがありますねはい、今ミラクルシティ講座が絶賛上映中ですんで、うんえー、シネマ Q とかシネマライカムとかサタンプレックスもかな やってますんで、えー、見ていただきたいなと、1あ、2月の17、18、19、赤8という舞台もやりますんで、 17が2月の17が、えー、19時18も19時19日が14時ということで国立劇場沖縄の超劇場の方でやります、はい、あの木山商店も出ます私も出ますんでそう、はい、だからすごいなんか豪華だなっても,うもう客席客数半分にしながらちゃんとルール守りながらね<ー>感染対策もしっかり守りながらやりますんで、うん、あの、はい、チームスポットジャンプルのホームページ等をご覧くださいお願いします、はい、私も赤字チケットをゲットしました。ありがとうございます,ます楽しみにしてます ファミマとかで売ってますんで、はいはい、買いますんで、はい、さあそれでは刑事係こちらのメッセージからいきましょうポロリーマンさんですはいよおはじめましてポロリーマンですどうも。しんちゃんはおしゃべり暴走族で、うん、ミーカーさんはパラリラパラリラーの六連法みたいですねで私は褒めてるんですよ <laughs>、うん 暗いいいニュースの放放送送よりも笑ってる放送いいですね、うん、毎週は聞けませんが粘り強く頑張ってよ応援してますよということでポロリーマンさんからですこれ実は先週の放送の時間帯で届きましたありがとうございますポロリーマンさん本当ですよねうんでも、うん、僕たちはもう終わった途端すぐ県内の経済状況とか分析に行くです文化会勝手に入ってますからね、はいうん 分けられてますけどちょっと何の文化かいやいろいろと勉強会もしてるし勉強会もしてますしねうんうそさーんにうすって分かりやすい言わんでも分かるみたいにジオさんから来てますジオさんラジオネームジオはい「しんちゃんみかこんにちは南部アワーへは初投稿になりますチューブのジオといいますなんか某夏の似合うロックバンドみたいですがはい えー、こちらでもよろししくお願いしま,す、うん、まずミーカーの「バルーン」でも言ってたんですがししう、はい、昨年11月限定の番組「アランドアランドヤンドに何度か投稿しました、はい、一度も乗ることはありませんでしたがそうそうそう,そう, <laughs> そうやって書いてくれてたんね。番組楽しませてもらいました、うん、そしてしんちゃんも出演してる「ミラクルシティー講座」見ましたよ しんちゃんは主演の桐谷健太さんがボーカルのバンドのドラム役で出てましたねなんだかすげえとにかく映画は本当楽しかったので多くの人に見てほしいですねあとしんちゃんは息子さんがベーシストとして活躍してますねなんだかしんちゃんはダウンタウンの浜ちゃんや昭和の盟友宇野重吉さんみたいになってきましたねではシーズンインザさんということで <laughs> ありがとうございます、ね、これでもさ<す>、うん、本当あのー、しんちゃんを、うん 私はおしゃべりマシンガンのこのしんちゃんを見てるけどスクリーンで映ったしんちゃん見た時に役者だと思ってちょっと感動したそこが本当器用なんですけど仕事がなくてこっち側の方が多いでもや役者さんもだってほらあとね某放送局でもね真面目な MC もされて沖縄の問題にね切り込んでいってね切り込んでナレーションも読んだりあとはもう カンカンも集めてちゃんと潰してね<う>ちゃんとリサイクルに<う>あとはほら <laughs> 全部卸どんやじゃないですけど無る一等るあ無る一等級もう,もう何でもやっていいんですよ本当にねすごいです、ねうん、ありがとうございます 何を言ってミカさんが料理免許まで取ってああ偉いさもう何切ると簡単に取れないなんてこのもさん見せわれて弁当も作って勉強もしてラジオも毎日ってくるんだああもうミカさん見てねこのパワフルうまいもうはい糸まげしちうすぐ言う人いるよなすぐ言う人いるよなすぐ言う人いるよなす人いるよこっち行きましょうねしちゃん初めまして研究会議にならんかって言われたことあるやったあやかっう まず、やったーやかっていう話で、だって、君はね、なった方がいいよなるかやって、頭もないのに。<laughs> すぐ、すぐ出現で足引っ張られて終わりて、あんなやっ <laughs> 出現しましたーってからもて。<laughs> どうも失言しますどうもすみませんでした <laughs> じゃあ次いきますよ天気会議になったいい、えー、三品茶よしひこさんですご飯を食べるときに普通はお茶系を飲みながらの人がほとんどだと思うんですが、うん、私は炭酸飲料水と一緒に飲んでいつもいるんです、うん、おかしいですかということでいや好みですよね好みですよね <laughs>、はあ、好みだと思われますだってしょ焼酎って給食の時ってご飯食べながら牛乳飲んだけですから <laughs> <laughs> 飲むの牛乳しかないわけですから <laughs> 私さ高校生の時、うん、いつも学食でお昼食べてたんですけど、はい、あれでしょどんな時もカフェオレでした、まあ、俺なんかカフェオレ飲んでる人ちょっといいなっていうか金持ちだなってあ高校か高校ですあ高校は飲めるな、はい、そうだよね学食でカフェオレととホッットドッグとか カフェオレとチャーハンとかだからこれがなでも大丈夫なんだよね美味しいんですよ分かる分かるカフェオレと弁当とかねなんで魚に白ワインかとかそういうことよねそう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 決まりはなくていいな本人の好みでいいと思うよ肉と赤ワインがあるとか分かるけどっていうくねんか俺たち最初1年生ぐらいの時三角のパックだったからなまだ牛乳パックでしょそうだった私もだったよ あの先生に教えられて上をハサミで切って飲んだ後に入れてこうやったら畳ん,で畳んでみたいなはいでだから飲み残したたむ時にプシッってなんか白いのついてる <laughs> お前も魚の毒見てプシッてうわもうやられたみたいな <laughs> ちゃんと飲み切ってみたいなとかやったーありましたえもう二二もうストローをちゃんと中に入れてみたいな感じであの あれあれのヨーグルトとかがあったっけ時僕たちの時<は>ヨーグルトが出る時もあったわけ三角で今で言えばヨーグルトが出る時もあったけ三角で今で言えばヨーグルトみたいなもんだよねあ,あったんですよ<ー>これが、まあ、なな何ヶ月に1回かの揚げパンみたいなぐらいで美味しかったわけさ牛乳<ー>牛乳牛乳牛乳ってついてい、はい、ある日ヨーグルトみたいな<ー>あれが美味しかった今長方形ですよねあその,の切り開いて 今のああそっかきれにコンビニにってるような感じでそうです再利用できるまたみんな綺麗に切り開いてこれをリサイクルでってそれでいいかもしれないね三角でしたもんねじゃあこちらじゃあ続いてしんちゃんどうぞシャバンさんですねありがとうございます早速ですが12月通りすがりに見かけたオブジェです最初通報しようかなって一瞬思いましたということですねああ

マネ、ね、ージャーさんライブのこのような事情の当たる抜粋言葉。このホジさに点で。<laughs> じゃあ次いきます。ハテレマのキジムナーさんです。千葉県松戸市内にある謎の看板見てください。えー、ご覧ください。じゃじゃん。<laughs> 自動販売機に謎のものを販売してます。 謎の自動販売機設置場所はアパートの前です。えー、なぜにどこに謎のものが販売されてるんでしょうか。謎を深きということで。自販機の横に中熟いろいろとなんか書かれてるんですよ。千百、うん、系乗ったみたいなこと書いてない。あ、本当だ。千百、うん、系になってる。認定されたんだね。えっと、何が貼られてるかっていうと、自販機の,の側面にブラジャーありますって書かれてるんですよ。うん、どこにブラジャーか。<laughs> 買う人買う人っているのかな。あのさ、例えばコンビニとかにさ、下着とか靴下とか売ってるさ、ブラジャーっていうのはないでしょ。あないかな。ショーツとかあるでしょ。男性用とかあるわけよ。見たら多分し多分まあ忙しい人とか。 トラックで長距離の方とかが多分買ったりするのが、はい、まあ需要ありそうだなって感じで,はい、はい、でブラジャーっていうのはないんじゃないかなって思うような気がする。 合わしにくいよな。多分サイズ、皆さんそれぞれね。全然なんか難しい。持ち物としてはサイズが違うので。でしょ。持ち物が違うでしょ。持ち物が。持ち物検査する人も限られてるから。な、測り方もわからんもんなだってな。難しいですね。そういうことですよね。ありがとうございます。ええ、さこんな感じで、地域の面白い看板見つけたでもいいですからね。ぜひ皆さん送ってください。画像とかあると嬉しいです。あと、先ほどの赤八の舞台、二月の二十三から、また東京も行きますので。ああ、そっか、そっか。ああ、東京で聞いてる方も、し、あの。 情報をゲットしてくださいお願いしますい以上刑事係のコーナーでした